平野部よりこんにちは、なりのです。道の駅会津湯川会津番屋にてちょっと一休憩。東側にそびえる磐梯山を眺めながらまったりと、しばらく走ってラストに小高い丘の上へ登る。登り切って無事に到着。夕暮れ時に撮影した趣のある建屋正面。ご飯をもらってまったりとしている猫さんたち。早めに到着したので予約の取れない吾妻御用松見学できた。おもちゃは片付けられていると思ったら縁側にいろいろと。泊まるお部屋は吾妻御用松のお隣の江戸松。ご飯食べた後に撮影したのですでに外は暗くなっており、座布団2枚重ねのところになぜかターゲットが反応、わらしさんが座っている。男湯の脱衣所にも男の子のわらしさんが現れるとのことで、こそりと離れにある談話室のマッサージチェアの背後には小さな2つの手形が。手形との大きさを比較したかったけどうまく写せず、お食事に力を入れているとのことで美味しそうなお料理がたくさん。手打ちそばも満喫してお腹いっぱいに。果たして夜更けの頃合いに何かが起こるのだろうか。次回に続く。ご視聴ありがとうございましたの、またねー。